韓国では最近、死亡後に新型コロナウイルス感染症の感染判定事例が相次いでいる。14日、ソウル市によると、12月に入って死亡後にコロナ感染判定の事例が4件も発生した。ソウル市の関係者は基底疾患のある高齢層のうち、コロナの症状が思ったよりも早く進行するケースがたびたび確認されているとし、最近、感染者が多くなり、死亡者も増えていることから、浮き彫りになったようだと診断した。今月4日に追加された96人目の死亡者は70代の祖直民で、11月30日の死亡後、検査で陽性と判明した。コロナの感染経路は確認されなかった。この死亡者は普段、コロナと疑われるような症状があり、病院に通っていたものの自宅で死亡した。死因を明らかにする過程で、コロナとの関連を探すために検査した結果、感染判定が出た。8日に追加された104人目の死亡者も死後に感染が確認された事例だ。ヨンドゥンポクに住む50代の市民で、基底疾患があった。今月6日に死亡し、7日のコロナ検査で感染判定を受けた。マポクのホームショッピング会社関連の感染者であることが把握された。翌々日の9日にも死後の確認による事例が出た。105人目の死亡者は70代のカンナム区民で、6日に死亡した後、死亡後のコロナ検査で7日に感染判定を受けた。感染経路は把握されていない。14日に追加された111人目の死亡者は80代のキャンジン区民で、12日に死亡した後、正確な死因を探す過程で13日に感染判定を受けた。普段、基底疾患があり、コロナ感染経路はその他の感染者との接触だ。3日には感染当日に死亡したケースも発生した。94人目の死亡者は70代のチュンナン区民で、1日に感染判定を受けた当日に死亡した。この死亡者は、数日前からコロナと疑われる症状があったが、基底疾患の慢性閉鎖性肺疾患の症状と似ており、すぐには検査を受けず、配偶者も症状が現れた後、一緒に検査を受けた。配偶者は陰性判定が出たという。ソウル市は死後感染判定事例が相次いで確認されているが、医療システムが限界に達したわけではないと見ている。ただし、最近ソウル市の感染者のうち、高齢層の割合が再び高くなり、負担が大きくなったのは事実だ。ソウル市によると、感染時、重症につながる危険が高い65歳以上の感染者の割合が、2週間前の 18.9% から先週は 20.8% に高まった。ソウル市の関係者はしばらく若者を中心にバラ発的な感染が起き、高齢者の感染割合が低くなったが、最近は再び上昇している状況とし、高齢者は感染判定後に病院に行く割合が高く、重症化する割合も高いため、病床運営の負担となり得ると懸念した。チョン・ウンギョン疾病管理庁中央防疫対策本部長もこの日の定例ブリーフィングで、同居家族の中に60歳以上の後期健群がいる場合、外部からの訪問自制など、特別な注意と管理が必要だと述べた。前日の基準で、首都圏感染病専門病院の病床稼働率は 80.7%、ソウル市は 89.9% だ。ソウル市の重症患者専門治療病床69床のうち、入院可能な病床は5床しか残っていない。